の体幹回復、敵を放っておくと放っておくって面白い、ね、敵を放っておくと少しずつ体幹を回復されてしまうよし、あーもう手出しが重い。さてあのババを、あ間違えた、ババを倒さなきゃいけない。こいつ倒した方がいいな、なんか落とすな。あ？え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 ？こいつどうすんの？槍とかかな？下段攻撃ってどうやってやるの？あ、あ、これも防がれるか。まあまあ、それはそうか。これどうすんの？ずるくね？千日手を狙うか。おい！強。ふんどし汚っ。なんだろう、この世界観のやつらのふんどしの汚さ、なんだろう。前田刑事が、なんだっけ、なんかそんなようなこと言ってなかったっけ。死ぬときぐらいはふんどしは綺麗にしたいみたいなこと言ってなかったっけ。いや、なんか違うかもしれない。あ？どこだよ。ダメだな、雑にやったら。なんか重いな。なんでだ。パソコン再起動したんだけどな。あんまりさ、パソコンって再起動しねえじゃん。しねえじゃんって俺かもしんないけどさ、めんどくさくてさ、なかなかしなくて、で何かしらさ、キリがやってる作業のキリが良くなったら消すっつうかさ、一旦こう再起動する感じなんだけどさ、久々にやったんだよ。久々にやったから、もしかしたらキリがちょっと軽くなるかなと思ったら全然そんなことなかった。この柵邪魔くせんだよな。まあ、広い分だいぶ戦いやすいけど。すげえとこにいんな、お前。これガードでいいんだっけ、これ。ガードじゃダメなんだっけ。ああ、ガードでいいんだ。まあ、正面だったらガードでもいいって感じか。
あのかかと落としってさ、弾きでいいんだっけ。だいぶ距離取れるから楽で。もっと狭いもんな、こいつと戦う時の場所って。逆に楽ではある。距離取ってガードすればいいのよ、これだったら。ダダダダダダダッチクッソダメだ、やっぱり逃げないとダメか。あぁ、ちょっと何あいつ消えてねえんだけど。ちゃんと教育しとけ、一人消えてねえぞ。おいー、どうなってんだこれ。ババどこ行った？あ？ババどこ行った？あ、後ろにいた。ああ！これなんだ、ラジオかなんかなのかな、これ。テープに。マイネームイズのテープかなんか録音してあって、それを使ってんのかな。あれ、英語バージョンにしたらあれになる。各国の。各国の。なんだっけ、マイネームイズになる。なんかアイテム落とせ。なんか有用なアイテムない。それはそれとして。ああ。種なら仕上がるけどな。別に。正直別にって感じだよね。今回の場合だと、そんなに場所が広いからさ、そこまでなんか頑張んなくても。あいつらがいたらどうもならないっていう状況でもないよ。逃げ回ればなんとかなる。逃げ回れば死にはしないって言ってた偉い人。おい、
なあ？ああ、ダメだ。それは通らない。それも通らないか。いやー、これが逃げらんねえ。これジャンプかな。ジャンプで逃げれるか。ジャンプだよね、あれ多分。ジャンプだ、そうだ、ジャンプだ、思い出した。で、練習したいからもう一回やってこいって言おうと思ったらもう死んでしまった。そうだ、あれジャンプで避けんだ。踏みつけもできたような気がしないでもないけど、踏みつけがいつできるようになるかわかんないからな。踏みつけを封印してやる羽目になる可能性もある。あの、槍使いとか、一番最初に俺になんか無限に殺されてたけど、あいつとか踏みつけないと話になんねえからな。倒せないことはないんだろうけど。見えない。やばい。え？全然飛んでこないけど、どうなってんの、これ。どうだ、びっくりした。うまみはねえな。これのために片白1個消費するって考えると、ちょっとくそく、
よし、また。このババこんなに耐久あったっけ？なんか割と早く死んでた記憶があるんだけど。強い強いぞこいつ、強いぞこいつっていうか、まあ普通のセキュラの時もこいつにめちゃくちゃ苦戦してたよな俺。それは覚えてる。マジだ。いやー、操作のおぼつからさが尋常じゃねえな。まだまだなんか動かしたいさ、頭でこう動かしたいっていうのと体の反応がなんか全然違うんだよね。体は正直なんだよ口ではどんなこと言っても体は正直なんだよ。全然思った通り動かねえんだよ。アサシンクリードの操作がやっぱちょっとね、若干ごっちゃいなって。え？ああ、余計なやつがいた。危ねえな今。おぶねえ、それやめてくんねえかな。やめろや。押した！オッケー！ ごめん。
るな。紙吹雪。お、来た。先方事件法か。でもこれ伝書だからさ、これでやっとあれじゃない？なんかスキル使えるようになるんじゃない？やったぜ。ああ、いいですね。面白いですね。天狗のじじいが、天狗のじじいっていうか、あいつ、あれじゃん。一心様じゃん。あ、ちなみに、売り物もランダムらしい。前も言ったか。流飲の雫。え？回線の力をわずかに増やす。これなんだっけ？あー、なんかあれか。病気の人治すやつか。ちょっと、おなんかすげえ持ってるぞ。数珠玉売ってんな。購入上限1。火消し粉。銭袋。大した持ってねえな。売却もできるけど、売却したところでな。ついになんか。お金を売るぐらいか。お金を売るっていうか、この辺を売って、もう欲しいものあったら買うって感じなんだろうけど、まあ、数珠玉だよな。まあ今、そんなにめちゃくちゃ無理やりっていうわけでも、まあ、こいつら別に病気にかかったとしても、各々の売買はできるからな。できるよな、確か。ネズミ、ヒル、なんか、死ぬじゃそれ、なるそう。このね、それを買うと承知よ、セキュお、重曹様だありがとう。これはね、フラグ管理どうなってんだったかな。まあいいや、とりあえず無理やり進めよう。なんだ、そこにいるやつを殺すんだったか、何だったか、あんま覚えてねえけど。あと、これは上行けるよな。なんかあったっけ、この上って、ところで。これは絶対にも入ってるぞ。これはいい。分かってるじゃん。めっちゃフラグ回収するじゃん。分かってるね。ここで本当にいいものが出てきたら全然面白くないからな。ここでめちゃくちゃしょぼいものが出てきてこそでしょ。あー、どうしようかな。数珠玉出たからな。数珠玉買おうか。買えるかな。買えないか。全部売ったら買える？あ、全然いけるね。銭袋めっちゃ持ってるわ。死者たち。もう売ってないよね。ちなみに。2個とか売ってないよな。大丈夫だよな。大丈夫だな。新車だ。よし。じゃあ行きましょう。どうなってんだったかな、あれ。そこに、その場所にいるやつを倒せばいいのか、さっきの一心様の任務のやつ。どういうフラグ管理になってんだったかな。まあ、なんか気づいたら話しかけてみる。ああ、やっとスキルが。最初が先方寺拳法ってすげえな。気配殺し。さらなる攻撃。ガンを取っちゃっていい？奥義まとい斬り。これ、大忍び返し。崩し裏回り。心身。
あ、間違えた。これでどうすんだったっけ、スキルって。あ、これで使えばいいのか。スキル押しの磨いし、これ何、まといじりって。一部の義手人具、あーそっか、あれがないとダメなんだ。気配殺し、あ、この辺はまあ単にうまいよね。敵を倒すし、お金とアイテムロープリースが 上昇、これはうまいでしょ。スキルってどうやって使うんだっけこれ。 Y？ あ、違うな。え、スキルってどうやって使うの。え、スキルってどうやって使うんだっけ。LB、RB、LB ってどれだったっけ。今コントローラー見てるから。あ、これか。遠距離から届く突き攻撃。おお、これ。おお、すごいすごい。へえ。こんなん使ったことねえよな。実際っていうか、バニラでやった時。面白いな。何なんだろう。いや、なんか何回も言ってんだけどさ、何だったんだろうな、あの当時の俺の赤裸々のハマらなさっぷり。全然ハマってなかったよね。びっくりするぐらいハマってなかったよな。あれ、これ向こうがどうやっていくのこれ。え、これ向こうがどうやっていくの。なんか、あれ、なんか乗り越えていくんじゃなかったっけこれ。歩いていくんだっけこれ。なんかあれ、上登るんだっけこれ。違う、それはグリッチか。なんかここ登って、鬼行部さんをスキップするっていうのは、これ開くのか普通に。あ、開くのか。あ、そう、 RTA ばっか見てっからそんなことになるんですよ。アイテム見てこないとな。だ、なんか可能性としては、アイテム、キーアイテムが出なくて積むっていう可能性が一番考えられる。猿がいるね、どっかに。なんだあれ。とりあえずちょっとさ、確かさ、あれよね、この右手にさいるやつらをなんか、え、あの猿の確率高くね。確かさ、あそこにいるやつを倒せばいいんじゃなかったっけ。一瞬の病、うん、ひどくならばだ。ちょっと待って、お前誰と喋ってんの。猿と仲良しだな、この国のやつら。あいつを、なんだよ。白身の眼薬くんやめて。うわぁ、こいつか。うっとうしいな。これめっちゃ強い。これでさ、
あの、ここにいる敵はあれだよね。確か倒したら任務達成みたいな感じだったよね。場所なのか、なんか敵なのか、よくわかんないから、一回ちょっと、一心さんのところに行って、話を聞いてこよう。もしかしたらこれでフラグが成立してるかもしれない。確かここだよね。違ったっけ？ここにいる奴らじゃなかったっけ？ここにいる何かを倒したら、任務達成とかじゃなかったっけ？あ、やっぱそうだ。ってことは場所だな。誰でもいいんだな。いるやつだったら。あ、そう。っていうことは、まあ、ある程度まで行ったら、場所を覚えてねえからぶっちゃけ、調べて、行った方がいいかもしれないな。めっちゃこっち見てんの。こりゃダメだ。猿、どれを倒そうか。ああ、やめてください。やめてください。死んでしまいます。なんだこいつ。地味に邪魔くせ、ほっと地味だけど。うわー、何これ。なんだこいつ。あー、あれか、あのなんかあの村にいたやつかな。漁村みてえなさ、ところあったじゃん。あれかな。うわこういう時にさ、どっちを倒せばいいのかわからないんだよね。ちゃんとこのゲームをやり込んだ人だったら、あいつの方が弱いからあいつ先に倒せばいいよねってなるのかもしれないけど、俺にはそれがないから。上ってなんかある。なんもねえな。なんもねえよ。なんもねえな。さあ、この先がどうなってるかだよな。何あれ。え、何してんのこいつ。なんか強そうなの来た。こっち側にアイテムがあるのを見てしまった。あれ？どこだったっけ？あ、どっかにアイテムあるの見たぞ。この向こうか。
これ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 。雨か。あれが出てるのは見たんだよね。あのなんだっけ。この雨の効果をさ、無限に使えるやつあるじゃん。無限じゃねえけど。あの、首なし倒した後にもらえるやつあるじゃん。あれがドロップアイテムとして出てるのはなんか見たことある。あいつ暗殺できねえかな。あいつ弱いやつだよな。ってことはあれだよな。あれをなんとかできればどうとでもなるけど、登れないか。あ、帰ってた。あ、帰った。あいつでもあんまやる気ねえから、まあなんとかあいつを殺せばなんとかなる。あれ、そんなに弱くないの。弱い。ああダメだな、やっぱジャンプで逃げれない系でしょ。強弾ねえし、ダメだなこれ。ちょっと待って、なんかやばそうなんで、水やだだだだだだだ、やめろやめろやめろ。あいつ何、こいつなんだっけ。基本的にでもこいつら登ってこれないじゃない上の方にいれば案外大丈夫なんじゃねえ。あ、来た、ほら来たやりました、これです。一時 HP と体幹の減少か。やりました。これはいいですね。これどうやアイテムとして使うんだったっけこれって。あー、そうだ、使うんだこれ。使っちゃってもいいよな。もう一匹どこ行った。結構お金持ってんな。さて何がいる。うわー、あいつやだな。あいつをまずやらないとダメだろう、どう考えても。さて何が出てくるかな。わ、あいつやばいな。あれまずいな、倒せないだろう。ムッスルに限る。え、誰、侍大将松本内倉だ、誰。いや、ちょ誰お前。なんだこいつ。あれかな、なんだっけ、でけえさ、階段みたいなの登った先にいるやつか、これ。かな。まあいいや。あれは？ああ。まあいいや、ちょっと今日は、今回ちょっとこういうのにしとくわ。いや、面白かったね。
アイテムランダムだから面白いのかな、これ。わからん。強制終了しろ。